新武漢武術の池田です。私はいろんな武術をやってきました。もし私の師匠は誰かと聞かれたら、沖縄の一流空手の上原勇先生の名前を挙げます。私は上原先生を目指してやってきました。その中で、身につけたこと、それはですね、姿勢を合わせるということですね。両肩両腰を合わせて、決まった動作の時に両肩両腰を合わせるということ、動いている時は両肘両膝を合わせるということ、ね、その理論を入れて空手や太極拳やいろんな武術に取り入れています。今日は八極拳の方にその理論を取り入れてやってみたいと思います。八極拳紹介一郎、右側が動いてから左側を触れる、動いて右側、両肩両腰を合わせます。動いているときは肘と膝を合わせるようにします。これは端拳と言います。なるべくこの手を上に向けます。で、肘を張ります。四肢昇降口、常に肘と膝を合わせるようにして、これも揃ってから出すようにして、動いている時は両膝、両肘を合わせるようにします。決まった動作、両肩、両腰を合わせるようにします。